40過ぎてあっという間に人生の分岐点、病気になる人めっちゃおるね。人ごとじゃないよ。身をもって分かったこと歌うんで不祥よろしく。さあみんなで行ってみよう。健康第一、本当に健康第一、本当に体を起こせば台無し、体を起こせば台無し、ずっと元気で生きてたい、ずっと元気で生きてたい、30半ばからなんか変だ、若い頃のような元気がねえんだ、年のせいなんかにはしたくはねえか、話す話題もだんだん変化、医者にかれこれ言われたとか、誰かが病気で倒れたとか、健康のために何食べとるとか、会員になってジム行くとか、俺には無縁な話だったが、健康診断で引っかかった、肥満のことかと思っていたが、結果は心不全だ。規則な生活、睡眠不足、止まらない暴飲暴食、動くの嫌いで運動不足、当然そうなる。そう、健康第一、本当に健康第一、本当に体を起こせば台無し、体を起こせば台無し、ずっと元気で生きてたい、ずっと元気で生きてたい、体が資本だ大切に、体が資本だ大切に、崖っぷちで心を入れ替えました。参考にしてね。自分の甘さを何度も痛感、ガラリと変わった生活習慣、早寝早起きしっかり安眠、7時間キープが肝心、カーテンを当てて眩しい太陽、ストレッチからのラジオ体操、深呼吸し近所散歩、8000歩が目標、万歩計、タバコはもちろんお酒もダメ、百薬の長って言ったの誰、ガンマ DTP 爆上がり、採血の数字で丸分かり、栄養取れた献立、晩飯は寝る3時間前まで大好物、うっかり食べ過ぎ、体重増えたら晩飯抜き、健康第一、本当に健康第一、本当に体を起こせば台無し、体を起こせば台無し、ずっと元気で生きてたい、ずっと元気で生きてたい、体が資本だ大切に、体が資本だ大切に、ストレス我慢なんてしてねえ、嘘だよ、おいでたまるか、アンチエイジン、将来のためかけるエンジン、死ぬ直前まで元気でいなきゃ寝たきりの人生じゃ嫌だ。いいか、生活習慣病は